ワールドカップ12年戦ってきて、常にトレーニングだったり準備をしてきて、世界のスキーヤーと戦うっていうのができたので、悔いはないと。アスリートのところで培った技術を今度山で見せていきたい。これだけ海外の人が日本の雪を求めてきてて、しかも自分が住んでる身近にそういう斜面があるっていうのは、やっぱり挑戦したいなっていうか、日本の魅力を伝えつつ、また、自分の技術を海外で試す。モービルは自分の体一つじゃ行ききらない、行けないところまでこう生かしてくれるというか、アラスカのあの広い氷河の中を突き進んでいけるというか、こう探求できるじゃないけど、日本にはちょっとない地形だったり斜面が広がってて、自分さえ行ければ滑れるっていう斜面もいっぱいあって、探してでかい斜面ででかいジャンプ飛んで、そこで絵残してなんか発信したいなっていうのはあるっすね。アルペンスキーやってたら、日本で自分に何かを言う人は誰一人いなかったんですね。トップだったんで、ずっと。でもバックカントリーに行ったら、知らないことがありすぎて、教わりたいことがたくさんありすぎて、全てが新鮮なんですよね。自分は滑り降りる度胸も技術もあったとしても、そこにたどり着く術を今身につけていないので、今はそこをここのレベルまで押し上げていくという作業中です。もう一歩一歩しか方法ないですよね。でももう進むしかないから、とりあえず後ろは見ないっていう、もう未知のこの可能性が今自分にはめちゃめちゃ広がっているっていう、面白いですよね。